はい、キャプテン浩二です。おはようございます。今ね、朝の出荷から帰ってきました。時刻は2024年の1月の9日火曜日、朝9時58分になります。50分になります。9時50分ね。はい、すごくね、天気がいいからね、陽気がいい小春日和ですね。今日はね、昨日まではね、ちょっと寒いかなと思ってたんですけれども、すごくいいお天気になっております。もったいないのでね、外出てね、元気にね、活動しないとね、もったいないよね。それで昼からまたお天気下り坂になるということで、まあ曇り空になるんだけどもね、昼からね。でもすごくいいお天気でございますので、ちょっとお散歩しましょうかね。でラジコンカーね、ちょっとやりましょう。電池がこの前のね、福知の地のね、図書館でやったあと、そのままにしております。電池はね、だからあとどれくらい持つかわからないけれども、この後ね、またね、タイヤ交換したり、モーターをね、いろいろ種類持ってますのでね、モーターを差し替えたりしますので、あ、足跡がついてるな、畑にね。これなんだろうな、イノシシかな、なんか、小動物ではないみたいね。このちょっと大きめの足跡がついてるんで、犬ではないやな、なんだろうな。足跡にしてはなんかね、変な足跡だな、これ。まっすぐ、まっすぐ歩いてるような足跡ですね。はい、水ためですね。こうやって雨が降ったら、ここにグレーチングのところに水が降ってきて、そして一箇所に溜まるように、下の方に溜まるように、こんな感じでね、水ためが下の方にあって、よく考えられてますね。ちょっと広めにね、これ作っとけばね。これ溶接やってたのでね、おじさんがね、もう亡くなりましたけどね、おじさんが溶接やってたので、こういった設備ができておりますし、錆びないでね、今もって錆びないで、亜鉛メッキされてますので、いいね。こういうのを作ったら面白いですよね。こういうちょっとしたね、結構お金かかるだろうなと思いますけれども、溶接できるし、安価でね、売ってますね。いいね。はい、まあ、この上に乗ったらダメでしょうけれども、ここにも水が溜まるようになってるのかな。水が溜まって、勝手に溜まって、そして、下の方でバルブがついてるんで、バルブで下で水がいる時にね、水を溜めておいたものをバルブで、汲んで、そしてポンプでね、おじさんポンプでやっておりましたのでね、ポンプでやった方がいいよね。またいつものね、日常に戻りましたね。年が明けて1週間、10日ですけれども、こんな感じで、向こうの方、なんか補助の整備しておりますね。どうなるんだろうな、元に戻るんかな、わかりませんけども、元の田んぼに戻るんか、なんかね、施設ができるみたいですね、向こうでね。大きなね、なんか施設ができるとか言ってましたけども、どうなんだろうね。はい、もう帰りましょう。疲れた。この後ね、いつもだったら寝るんだけど、ちょっと2時間ばかりね、寝るんだけどね、ちょっとラジコンカーやりますので、キャンプじゃなくて、裏山のね、以前やったあれも焼却焚き火ですね。枯葉の焚き火もちょっとやって、時々遊活でちょっと綺麗にしましょうかね。またね、遊活で動画撮りながら裏山の整備というか、ちょっと本当散歩していてね、気になるんでね、裏山ね、ちょっと手入れしないとダメだな、やっぱりね。はい、僕の家でございます。写真撮ってきましょう。
ね、あのいい感じですよね。あのあちょっとサザンカが下に落ちてるんで、またね母がね、あの枯れたらね、花が全部落ちたら掃除すると思いますけれども、いいお天気だよね。あ、もうここで煙が上がってるな。あ、あれなんだ、飛行機。ちょっと望遠にしてみようか。望遠にして見えるかな。見えないね。あ、近づいてきた。ちょっと望遠にしてみましょうかね。またね、近づいてきたんで。近づいてきたか、どの辺かわからないね。ちょっと待って、日陰からちょっと見てみよう。自衛隊のヘリかもしれない。あ、これだったらいけるかな。あ、消える消える。どの辺かわからないね。あ、わからない。どの辺だ。この辺か。もう消えますね。どこ行った。望遠してもわからないね。はい、そしたらもういいでしょう。バイクもね、あのまた汚れてきてますので、ちょっとあの洗って、そしてワックスがけまたしましょうかね。はい、すいません、ちょっと長くなりましたので、すいませんね。そしたら三脚つけて、そしてあの走らせますので、電池消耗させますので、よく走ったよねこの前はね、告知の地でね。はい、そしたらよし、ちょっと待ってくださいね。この前ね、あのぶつけたんだけどもね、柱にね、鉄筋の柱にぶつけたんだけども、前の方ね、でどうもなってないね。暑い暑いんで、ちょっと服でも脱ぐかな。今日暑いな。よし、そしたら軽くね、ちょっとやりますので見ておいてください。はい、そしたらね、走らせます。はい、またね、電池がなくなるまでね、走らせようと思いますので見ておいてください。それでは行きますので、ちょっと眩しいな、眩しいかな、この位置で。はい、ちょっと暑いね、ちょっと日陰に行きます。
よし、ここでまたおしゃべりしながら走らせますのでね、ちょっと眩しいんで、はい、行きます。なんか滑ってるような気がするんですよね。気のせいかな。ちょっと待ってね。なんかダイレクト感がないんだよね。発信かとこの時。滑ってますよね。やっぱ取れたかな、あれは。ちょっと待ってね。こんなもんかな、わかりません。はい、ちょっと待って、これ残こう。ね、ここでしたらね、ドリフトできます。ちょっと待ってね、見ておいてください。ドリフトして遊べましょう。ドリフトっていうより好きなの。はい、スピンだな。後ろがね、後ろのタイヤを大きくしないとね、幅がね、後ろ狭い、このタイヤ狭いからね、幅がね。だから、こうやって滑るんだけれども。コンクリート路面が違うね。今走ってる路面は、コンクリート路面はコンクリートだよね。モルタルじゃなくてね。で、こっち側の今僕が座ってるところはモルタルですかね。コンクリートじゃなくてモルタルなんで、ちょっと目がね、細かいんだよね。こんな感じか。
これぐらいのスピードだったらね、30キロも出てないな、これ。25キロも出てたらいいかな、ぐらいですかね。20キロかもしれない。20キロは出てると思うんだけどもね。スピードがね、物足りないんですよね。物足りないけども、まあこんなもんかなという。不満はないですね。このスピードでね、これだけ走ればね、十分遊べるんで、あ、いいですね。どこでもね、遊べるんで、アスファルト路面だったらね、息の長い加速というかね、直線が短い分面白いね。はい、いかがでございましょう。全然面白くないんだけどもね。暴れないからね、難しくないからね、タイヤもね、もう全然細いタイヤなんで、ちょっと暑いね。ちょっと日陰に入ります。暑いね、今日は。はい、走らせます。ぼーっとしてね、もう本当こういう日はね、のんびりとね、走らせてね、気持ちいいですね。でもね、
そろそろ電池が弱くなってきたかな。そろそろ遅くなってきましたね。次回はね、あの540モーター、540モーターにしますね。はい、そしたらね、終わりましょう。電池がもうなくなりましたので、写真撮っておきます。またね、写真を撮っておきましょう。あんまりあれ、いっぱい撮ってないとね、アップロードできないんだよね。写真が2メガ以上ね、大きいとアップロードできないから、いっぱい撮ってね、アップロードできるようにしたいんだけどもね。はい、4つぐらい撮っておきます。そして、またね、モーターを変えてね、モーターとあのタイヤもね、交換したいと思います。ちょっとタイヤも交換して、走りの特性をね、ちょっと見てみたいので、これ細いタイヤだからね、よく曲がるんだけども、後ろがね、粘りがね、ちょっと弱いので、後ろ細いからね、後ろもうちょっと太めのタイヤの方がいいと思うんで。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。この辺で終わります。